決していただいてありがとうございます。サッカーの試合が札幌ドームで行われたばかりでして、そのサッカー場をまた野球場に戻すという場面転換作業が本日は行われているため、残念ながらアリーナ部分ではご案内できないんですが、その他のコースは通常のドームツアーでご案内してまいりますので、どうぞ短い時間ではありますがお待ちください。札幌ドームは、座席に入る際、この階段上がり2階から入場という風になっています。ね、多くのお客様が利用されますので、この階段奥の南の方まで 130m も続いています。ではスタンド席からご案内しますので、この階段を上がってまいります。どうぞ座席は間隔空けまして、お好きな場所におかけください。こちらです、どうぞ。見やすいよね。2002年に行われましたサッカーのワールドカップが建設のきっかけだったので、この屋内で野球もサッカーも両方できるというのが一番の最大の特徴になっているというわけですね。日本には5大ドームとしてこういったドーム球場が5つありますけれども、できた順番としては東京、福岡、大阪、名古屋、そして札幌という順番です。東京ドームが一つ収まってしまう大きさと言われているほどなんですね。ただあまりそのように感じないという声も多く聞きます。座席数なんですが、本来は皆さんの真正面にバックスクリーンを含めた内野席が4000席ぐらいあるんですが、本来シーンである野球場の人工芝を、パーツごとに分かれてます。それを全部取ってしまってアリーナをコンクリート状態にします。そして真ん中寄りの同じくガラス張りのところ、ここがコントロールルームといいます。音響、映像、照明を操作しているのがここです。スコアボードの操作とか試合の時に背番号を読み上げるウグイス嬢の方のアナウンスもここから行われているということです。
試合時と同じように、どんな作りになるか。黒い方、薄くて平らなクッションでした。現在のもの、こんな風になってます。厚みが増して凹凸、これがポイントなんです。取り押したりとか、スタッフのメンバーで長さ選手あちらで、バットを当てて待ってて、ミラールームをご覧いただいたり、キャッチャー側からもう一度マウンドを見ていただいたり、またちょっとだけ時間まだ2、3分ありますので、見ていただいたら次の部屋に移動します。サッカーの試合の時にはこの部屋でお食事ということはありません。90分の試合のゴールまでゴールで走り通しなので、水分と、箱でバナナが用意されているという時です。軽くつまんだりすることも可能なので、もしテレビ中継で明らかにガムを噛んでいる様子じゃない選手は何かつまんだ可能性もあるということですね。到着するとまずここで何が今日食べられるかというのをチェックするという選手の方もいらっしゃる。ここに戻ってきて、着替えだけではなくてミーティングとかするので、端に6回避けてしまって、真ん中にカタカナのこの字を作って空間を作るというのがサッカーバージョンなので、若干この間の試合の名残がこの空間に出ているというわけですね。ただ残念ながら2軍落ちとなった選手は荷物は片付けて鎌ヶ谷の方に行かなければいけないというわけです。ちょっとスペース狭いんですけれども、筋肉をほぐすような半身浴ができるようにと考えられた深さなので、なかなか私たちが入るような浴槽ではないですよね。いらっしゃった選手がするとへこんだり、そんなこともなかなか途中で呼ばれても行きづらいぐらい座り心地はいいシートですよね。では見学の部屋、ここで最後なのでエレベーターで1階へ戻ります。
見てみる。